アドレスがすんなりできる方法を教えてくださいということでした。アドレスがなかなかもじもじしてボールを打つことができませんということでした。おそらく重心の位置がこう安定してないのが原因だと思います。で、重心の位置を決定するのに一番重要なのが頭です。頭が一番体のパーツの中で一番重いので、頭があまりこの体の中心のあたりとこうかけ離れてしまっている状態であると、おそらくなかなか足元がしっかり支えられないのでうまく立つことができません。で、最初はやはり直立した状態が基本で、直立した状態で体重を足の裏全体にかけて、でその状態で、まあ、骨盤だけ軽くこう前傾といいますか、後ろにちょっと引いた状態をうまく作ってあげる。もうこれだけでアドレスの角度っていうのは決めていただいていいのではないかなと思います。意外とみんな姿勢を良くして前傾をしようとするので、この頭の位置が足元より結構前に出てしまいますので、体重配分としてはもうつま先寄りにかかってしまいます。で、体重は母子球あたりっていうのがこう基本のような言葉であるので、どうしても母子球に集めようとしてつま先寄りにこう前に結構かがんだような状態で構えている人がいます。そうすると足にかなりの力みが出ますので、本来ゴルフスイングって足も使って体をこう回さなきゃいけませんので、足が力んでいるのでなかなか下半身を動かすことができませんので、上半身をぐっと引っ張らないと打てない状態になってしまいます。ですから、そうすると力んでしまってなかなかスタートできませんので、骨盤の部分だけ、足の裏全体に体重をかけて骨盤の部分だけ折っていただいて、そしてそのままあとはスイングしていただければスムーズにスイングに入っていけるのではないかなと思います。ですから、自分のアドレスがあまりこう前に、足元より前だとか、あと突っ立ちすぎてないかっていうのを確認するといいと思います。どっちかっていうと頭が上がってる人っていうのは膝を曲げてこう腰を落としてるだけのアドレスをしてる人がいますので、前傾をちゃんと取ってるのにバランスが悪いっていう人は自分の頭の位置がおそらく体の場所より結構前に出てしまっている場合がありますので、その辺を注意して練習してみてください。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。